フランチェスコ・ゴンザーガの肖像は、イタリアのルネサンス期の芸術家レアマンテーニャが1460年代に制作した絵画である。現在、イタリアのナッポリにあるカポディモンテ美術館に所蔵されている。フランチェスコ・ゴンザーガは、マントバ公爵であったルドビーコ3世、ゴンザーガの次男で、17歳の時に教皇ピウス2世によって、数奇教に任命されていた。 ゴンザーガ家は自分たちの肖像画を描いてもらうため、マンテーニャに依頼し続けたが、それらの肖像画は外交上の贈り物とされ、また自分たちの住居にかけられた。この絵画は、マンテーニャが1460年に移住したマントバの宮廷で最初に制作された肖像画の一つである。15世紀の関連に則り、古代ローマのメダルの肖像に習った横顔の胸像で描かれている。 abhttps コロンスラッシュスラッシュ www.wga.f スラッシュ frames.se.html html マイメートルマンテーニャインデックス html ウェブギャラリーオブアートのサイト2021年8月13日閲覧ありがとうございます